風に加え激しい雨が打ち付けた岐阜県。大量の水は川に流れ濁流となって町を襲います。鵜飼で有名な長良川も増水し、川沿いの歩道には水があふれ、波に漂う観覧船の乗り場も冠水しています。気象庁は午前6時半以降相次いで大雨特別警報を発表しました。岐阜県下呂市の24時間雨量は観測史上最大となる414ミリを記録。これは7月平年の1ヶ月分の雨量を超えています。飛騨川と白川の合流地点周辺にいます。今ですね、川の水が道路に浸水しているように見えます。また同じく木曽川水系の鴨川も住宅地に茶色い水が浸水しています。鴨川が氾濫して川と住宅地の境目が分かりません。氾濫した川のそばで作業を行っている人の姿も見えます。川の氾濫で逃げ遅れたヤギを運んでいます。小屋に取り残されたとみられるヤギが担がれたりボートに乗せられたりして救出されました。その数は62匹にもなったといいます。電話かかってきたんですね。友達だから助けてくれって、今水にヤギが溺れてるって話が出まして、で私も美濃加茂で25年か7年ぐらいになるんだけど、今までそういうことは一切なかったんです。高山市滝町です。山から流れ出た大量の土砂や木が川を越えて住宅にまで押し寄せています。建設会社を営む男性の自宅兼事務所は午前8時半ごろ土砂崩れに襲われたといいます。一方、長野県内でも木曽川や犀川が一時氾濫危険水位に到達し、いつ氾濫してもおかしくない水準に達していました。上田市の与田川では増水した川に取り残された作業員一人の救出作業が行われました。ライフラインは確保されているということです。岐阜、長野で出されていた大雨特別警報は午前11時40分に大雨警報に切り替えられましたが、気象庁は河川の氾濫や土砂災害など引き続き警戒を呼びかけています。